10億円を手に入れたひなこさん、仕事は辞めますか？またその10万円で何をしますか？私は仕事は辞めないと思います。なんか、ゆるーくというか、まあなんかちょっとすごいムカついたことがあったら辞めちゃうかもしれないですけど、それまではなんかやっぱ働かないっていうのはちょっとあれなので、はい。10万円はどうしようかな。まず自分の欲しいものを買って、あと最近資産運用とか流行っているので、まあ、その一部は資産運用にして、あと、そうだな、家族に少しずつ分けて、あとは、マンションを買う？買うですかね。マンションいくつか買って、そこでも家賃もらってみたいな。まあでも、はい。さらに、その、10億円を使って、はい、増やしていきたいです。夢がありますね。いいですね、10億円あったら。はい。まるんこ、あの言葉を避けて、単語10個成立させてください。アリンコ、インコ、難しいな。あんこ、難しい。ま、ち、すいません、三つしか出ませんでした。言いかけちゃいそうでした。他のもの考えようとするとどうしても言っちゃいけない言葉が出てきちゃって無理でした。ごめんなさい。